はい、皆さんこんにちは。こんにちは。コウジンです。ゆきです。なしです。よろしくお願いします。お願いします。白 T ですよ。すごい爽やかさだよね、これ。すごいでしょ。このまま3人でボールドの CM に出るぞ。なんで今は大丈夫か。今はまだ大丈夫ですね。うん、今日は、うん、なぜ白 T かと言いますと、はい、ついにね、うん、来ましたよ、はい、グッズ化の波が来ましたよ。ね、来たよね。来る来ると思ってたけど、ついに来ましたか。今回ですね、うん、オッティさんっていう方と打ち合わせして、はい、いろいろデザインをお願いして出してもらってますので、そうだね、その中からいくつかあるデザインから、うん、はい、最終的には、うん、これを見ている、うん、視聴者さんに、うん、選んでいただきたいと。なるほど。いうところで、はいはい、今からね、うん、デザインをねパパパッと当てはめながらこう喋っていきますので、はいはいはい、1番から5番ある中で、うん、気に入ったやつを2つ、はい、投票してほしいんですね。2つね、うん、なるほど、はい、これは動画につくアンケート、うん、そうですね、大きく分けて、はい、2種類、うん、デザインがありますんで、はい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 、それに対してこっちで1個、こっちで1個みたいな感じで、うん、まあまあまあ見てみると分かりますよ。なるほど。ここだから、はい、そうしたら、はい、いきますよ、はい、まず最初のデザインがこちら、うん、おい、デデン、おー、いいね、これは、はいはい、言わずもがな、うん、カズポコですよ。すごい、ついにさ、はいはい、カズポコのグッズが、グッズ化がですね、うん、来ましたね。ねえ不可能だと言われ続けていた。そうですね、うん、事務所の壁を越えて。そうだね、本当いろいろな大人の都合があってなかなか難しかったと言われてたけど、はい、ついにできたね、うん、まあ、母さんがいいよって言ってくれたらもうそれで OK みたいな、うん、そんな感じだったんで。なるほど、母さんからね、はいはい、もう OK をいただきましたので。おー、すげえ、うん、今回、うん、右からね、はい、ミッキー、ヨシさん、僕、カズさんがね、うん、こう、まあ、ゲームのコントローラーを、うん、奪い合ってるんですかね。奪い合ってる、奪い合ってる、奪い合ってる、奪い合ってるというか渡し合ってるというかね。そうですね、楽しんでるというか。そうですね。ちなみにこれあの白黒の状態ですけど、うん、はい、実際グッズ化するときには、うん、これ色がね、うんうん、つきますので。そうだね、これからさらに良くなると、うん、そうだね、うん、もうちょっと視聴者さんの中で妄想をしてもらいたい、うん、あー、なるほど、どんな色になるか。これ色乗るとまた全然違うからね。全然違いますからね、うん、プロトタイプ、今は、はい、うん、試作品、試作品まあでも、それでもこう線画の状態でももう十分可愛いのが伝わってくるというか。そうなんですよ、まずラフ画を描いてくださいってお願いしたら、うん、すごいしっかりしたやつが来て、ね、ラフじゃない全然ラフじゃねえよ、すごいよね、はい、うん、じゃあのオッティさんに、はい、いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、うん、そう、最初に言ったその大きく分けて2種類っていうのが、はい、カズさんがいるタイプが1種類、はい、でカズさんがあの、うん、ポコニャンになってる、うん、なるほどなるほど。僕ら3人は居続けるんですけど、うん、こっちはカズさんがいるタイプと、うん、ポコニャンがいるタイプ。なるほど、うん、まず、うん、カズさんがいるタイプの A ですね。なるほど、 A、うん、はいはいはい、覚えてください。はい、じゃあ続きまして、どん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 いきますよ。はい、いきましょう。続きまして B タイプですね。はいはいはい、はい、カズポコの B タイプは、はい、こちら、はい、どう、これも好きなんですよ。やばいだね、すごいいいね、虹に乗ってるっていう、ね、うん、うん、これいいっすよね、これいいよねそうそう、これ1個だけでもう存在感がすごいというか、ね、本当に虹よく見ると、うん、ちゃんとそれぞれのテーマカラー、うわっ、はい、低くて低くて低いレベルのなんかトンチの効き方でも4色でもちゃんと虹に見えますもんね。ほんとだね、そう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 、ほんとは虹は7色なのにね、うん、すごい、4色でも虹って伝わるからさ、ね、ちょっとね、僕もこれに途中気づいた時に、うん、鳥肌が立ちました確かに、あーすごいね、はい、うん、こういうトンチの効かせ方、はい、すごくいいよね、うん、これいいぜと思いますね。ほんとだね、はい、ただ、うん、僕の赤の分の色がちょっと少ないので、ああ乗ってるからね今更そんなところ僕の赤の分のちょっと取り分が少ない、いやこっちじゃねえやさ占有率分かったでもいやでもすごいいいね、うん、一応このカズさんがいる場合はこの A と B の、うん、この2パターンありますので、はい、どちらのグッズが欲しいか、うん、あ、グッズ化した時にどちらのイラストを T シャツにしていきたいか、うん、選ぶの大変だな、これはどっちもいいからな、選びづらいよね、はい、うん、
これちなみにその T シャツだけじゃなくて今までみたいにトートバッグにもなったり、うん、そのスマホカバーにもなったり、マジか、いろんな展開をなんかウームさんもしてくれるみたいなので、全部買おう全部買おう全部買おうよ一応この夏のね、うん、仕様としてこの A か B かまず選んでいただきたいと思います、はい、アンケートね、うん、右上にありますので、はい、こちらからまずカズさんがいるバージョンのその A か B、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、はい、そうは言ってもね、うん、ここはポコニャンチャンネル、はい、ですので、そういうことです。ポコニャンバージョンも、うん、一応あります。一応あります。取ってつけたみたいな感じで、はい、そんなことない、メインですよこれも。じゃあ、はい、こちらは、うん、そういうのオッティさん3パターンも書いてくれましたので、おー、 A、B、C の中から選ぶことができますので、はいはい、まずじゃあいきますよ、はい、A パターンが、うん、こちら、はい、ゲーン、おー、 おー、 おー、なるほど、いいね、これは、はい、画面の中に、うん、そうですね、これよく見て、うん、よく見てくださいよ、うん、このまあ画面の中に、うん、みんながね、はいはいはい、収まってる中で、うん、僕だけ出てるじゃないですか。あ、これは、うん、要は僕だけ画面から出て実写にね、おー、あー、なるほど、行こうとしているっていう低げ、そうだ、すごく低いですよこれ低げ、このドラマ性というか、すごいね、すごい、多分そういう意味、そういう意味だね、なるほど、間違いないね。そうそう、兄貴ヨシさんは、うん、きっちりこう画面の中に入ってますけど、うん、そうだね、僕だけこうイベントとか、うん、こう出させてもらってるっていう意味での、うん、あー、すごい、そう、俺なんて耳曲げてまでこう画面の中に入ってるんだよ。そうですよね、横に出て出る気がない。そうだね、全く一番下の方に俺ほんまやほんまや、すげえ。そう、あ、これはすごいわ、ね、トンチの聞かせ方がすごい。そうそうそう、だから僕がそのここには兄貴ヨシさんっていうその主催、うん、もいますけど、うん、土台があって僕がこうグイッとね、うん、なるほど、外に出てきましたよっていう、なるほど、のを多分表現してくれたんだと。ああ、いいね、思った時に、うん、これは、うん、鳥肌が立ちましたこれも鳥肌立つしもツーンって一つの涙が流れるよね。これはほんとすごい、あ、すごいな、ね、あ、センスがいいね、はい、うー、これはすげえいいぜと思いましたね。なるほど、なんかほんとそのポコヤンの、うん、チャンネルをすごく見てくださってるっていう、ほんとだね、意味でも、うん、なんかこれすごくいいなと思って、うん、いいね、デザイン以上にそのドラマを感じるというか、うん、確かに、確かにそう、はい、ストーリー性があるね、うん、これはいいなと、はいはいはい、わ、これ気づかなかった、うん、これ気づかなかったんですよ、気づかなかった気づかなかったなるほどなと思って今うわ、すげえな、はい、うん、っていうところで、はい、あとね、2パターンありますので、はい、はい、見ていきましょう、はい、B パターンですね、はい、こちら、おい、おい、なるほど、そうですね、風船に捕まっているっていう、はいはい、これも可愛いな、可愛い、それはもう可愛さ全開で、可愛さ全開だねこれ、はい、俺小道の足に捕まってめっちゃ必死じゃないですか、必死だね結構それギリギリのとこですよね、そう、足首、足、足首絶対に落ちんぞというでもめっちゃ笑顔です、そうだねポーカーフェイスでねおー、で上にちゃんとシャクタニもいて、うん、そうですね、うん、おー、いいね、いいね、アニキーズの方も見えて、ほんとだね、アニキーズは下の方をちょっと見てる、何を見てるんだろうな、これなんでしょうね、ねでっかいプリンでも見てる俺のプリンもあー、いいな、このコミチンのね、表情がいいんだよね、マスキーさんの描く、あー、この憎たらしいというか、そう、こう、なんていうのいたずらっ子的な、そう、可愛い中にも、はい、このいたずらっ子っぽい表情って、はい、よくここまでデフォルメできたなっていつも見てて思うんだけどね、そうっすね、うん、あ、ちょっと一旦寝ましょうか、はい、はい、ここ中からはい、じゃあ仕切り直して、はい、C パターンですね、はい、これが最後のパターンになります、ね、うん、こちら、ほい、ほい、でねん、あー、これも可愛い、これはいいはい、うん、これは、うん、まさにね、うん、見たらゲームをやっている姿と、うん、いうところですね、そう、うん、まさにこうポコニャンチャンネルを象徴する絵本だね、はい、うん、そうですね、ポコナカプラスポコニャン、うん、これ空想上の人物なんで、うん、まあ、実際いたらこんな感じで、ああ、なるほど、かな、俺はいつもポコニャンの上に乗るんだ当たり前のように乗ってるもんね、完全に乗ってますね、ヨシさん、うん、大体ヨシさん誰かに絡んでめんどくせえやつみたいな感じになってるじゃんあ、ちなみにここゲームのコントローラーの線が、うん、さっきのあの風船もそうでしたけど、うん、
ココヤンのイメージカラーが緑なんで。あーそっか、俺かぶってんすね。ヨシさんかぶってんすね。なるほどね。なるほど、かぶってきたよ。なんで緑になったんだろうな、俺。そういえば僕が最初字幕をヨシさん緑にしたから。あーそっか、そっからか、はい、なるほど、そういうことなんだね、はい、俺のせいじゃねえじゃねえかそっかそっか、あ、これも可愛いね。そうっすね、うん、まさにゲームをしているっていう、うん、兄貴の頭に肘を乗せながらゲームしてるといいやん、これ、ね、うん、シャットリとダブルでいびってますからね。オラオラみたいな物ともズルすんじゃねえよ物ともしてない表情やけどね、兄貴慣れたもんやもんね、うん、そうっすね。それ言うと、うん、デザインものって A パターンのやつ、はいはいはい、僕アニキズ踏んづけてますからね。本当やね、頭の上でね足乗ってっからね、うん、それでも笑顔だからね、アニキズかなりひどいやつ。いや、信頼関係がなせる技だね、俺はうん、ここなかったで、うん、なるほど。一応ですね、はい、ココニャンがいる、うん、そのココナカパターンですね、うんうん、まあ、A、B、C がありますので、はい、うん、好きなやつにこう投票しまったらいいです、うん、で、うん、実際に、うん、そのアンケートの数は僕らいじれないので、はい、本当に、うん、そのアンケートの数が多かったものが、はい、実際のね、おが色が塗られて、うん、使ってる。すげー、まさに視聴者さんと二人三脚で、そうですね、やっていくスタイルだね。そうですね、これ初めての試みだよね、割とそのアンケートを取ってっていうのは。アンケートを取ってっていうのは、うん、前もありました、ね、あ、前もやったか動画の中で撮ったっけ動画の中で撮った気がしますよ。そっかそっか、どうしたちょっと待ってしまったな、これボケ通ったなここにあんって書いてあるのカラフルなやつとか。あー、そっかそっか、その辺の色の配色とか、なんかあー、そっかそっか、あー、あったあった、そうそう、やった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 もう脳みそが地味やねそうやな、はい、いやまあでも久々にね、うん、こういった形で、うん、皆さんの、うん、グッズをね、はい、一緒に考えていけるっていうのは、うん、あのなかなかチャンネル中ないと思うので、うん、他が、ね、後から真似したらちょっと分かんないですけど。ああそうだね、そうだね、真似したら分かんないよ ね、 そうですね、俺らが最初にやったことは忘れといてほしいです2年前にやってますね。そうだよね、うん、パイオニアだということだけは忘れずにみたいなそうだよね、はい、あでもこれ今後進捗というか、うん、そのアンケートの結果とかも。そうですね、うん、まあ、今回ココナカクラでやってますので、うん、また同じココナカクラで、うん、あの発表できたらなと、うん、はい、思いますので、はいはい、ぜひ皆さんあのアンケートもね、うん、見るだけ忘れないように、はい、初さんバージョンの A か B、はい、ココナンバージョンの ABC、うん、どれかに投票してください。お願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。